真山神社は、秋田県小賀市北浦寺真山にある神社。江戸時代は、秋田六郡三十三観音霊場の二十七番札所として、赤神山光藩寺があった。しかし、明治の廃仏希釈運動で、真山神社となった。社殿によれば、慶光天皇の御用、竹内すくねが、北陸地方諸国視察のため、小賀半島へ下校の折、雄出山に登り、指名達成と、 国土安泰、武運長久を祈願して、二匹の命、竹三和地命を祀ったのが資源とされる。平安時代以降仏教の伝播がおがえもいたり、上元年中には、自覚大師によって、優出山を二分し、北を真山、南は本山としたと伝えられる。以来主言の信仰が高ぶり、天台宗徒によって、比叡山延暦寺守五神の石山明神と集合された。 南北朝時代には真山別当広半寺は、新言宗に転じ、支配も東北豪族の安倍氏、清原氏、藤原氏と移りながらも、その日後のもとに、修元令状として人山繁栄を誇った。江戸時代には、国内十二社に指定され、佐竹公の祈願書として、数々の寄進数計とともに、幾多の道東伽藍が営まれてきた。明治維新後は、神仏分離令によって、 元の神域に復し、名も赤神神社から、真山神社と改められた。1881年には、剣社に、列格され、ますます新元な境内を維持してきた。1991年9月、台風による烈風で、多くの追い過ぎが倒れて、甚大な被害を受けるも、7年間の復興事業で、境内整備が完工した。本殿は今なお、真山山山に鎮座している。 新山奥偶あるいは、慶光天皇の時代、竹内宿根は統制して、小賀に下着、雄室山に登り、二二木のを祀る。その後、着村の竹内渡るまただが統制のため下校、雄室山に立てこもる。この時、藤の花を取って手向けたので、雄室山を花取り山とも言う。別説には、祭人は、いざなぎで、慶光天皇の時婚のソロクが早々したという。 近世の別当は、新言州返上院光藩寺、鮭は竹内氏明治初頭に別当寺はまた飾りし、鮭は継続した。その際、真山赤神神社を真山神社と改める。秋田市に山の神社の総本社である。伊川町北川尻の真山神社や秋田市上新市五十町の真山神社もこの神社の系列神社である。また、 新山神社や深山神社との関連も考えられる。秋田家文書では、新山とある。1954年3月7日には、茅野の木が秋田県指定天然記念物に、2014年3月25日には、五社殿及び宮殿が秋田県指定有形文化財に指定されている。本社の得意神事として、芝搭祭がある。正月3日の有国境内に、 芝刀を焚き、この日によって炙られた大餅を、お山に鎮座する神に献じて、その年の村内安全、五穀豊穣、大量満足、悪疫除去を祈る祭儀である。生ハゲはこの神の使者、神木の化身と言われ、長寿年間より行われてきた。また、毎年2月の第2金曜日、第2土曜日、第2日曜日には、生ハゲ芝刀祭りとして、 真山神社を会場に開催される。この時神木に剣じられる餅は、ごま餅と称され、災難除去のごま符としてうじ子参拝者に、両玉物される。冬のご大雪祭りの一つとしても知られている。真山神社五社殿五社道は、昔は五つの社であったが、火災で焼けたため現在の地に一つの社として新築した。大きさは、正面が三軒、側面も三軒の正方形で、 入りもや作りと言われる建築である。内部は宮殿のある内内人と呼ばれる室、内人と外人と呼ばれる身室からなっている。また宮殿は杉材からできており、角狭間のある趣味団に安置されている。建物を飾る木花などの彫刻は江戸時代後期の特色を表しており、その頃に建てられたものと考えられている。建物の内部には1804年を最古とする 落書きが残っている。この中には、日本海を航行した各国の船乗りたちが参拝した記録もあり、当時の赤神んの信仰を知る上で貴重な資料となっている。ABC 真山神社案内版 AB、秋田の神々と神社、佐藤久二、秋田新州研究会、1981年、平成26年3月25日、秋田県広報より、 秋田県教育委員会国事第3号、ありがとうございます。